はい、こんにちは、今勝の今井勝坂です。毎年恒例ね、ルアーニュース TV の今井勝2020年新作ルアー紹介ということで、今年もやっていきたいと思います。まずね、今年の、ずっとここまで隠してたんですけどね、横浜から見ててやっぱりクローラーベイトいろんなところで出てましたね。ただね、これに関してはね、もう絶対圧勝したなっていう自信があります。それが今年の隠し玉、アベンタ RSR、 キリっていうウッドを使った特殊なアベンタ RS が、トップ50でね、もうとんでもない実績を収めてて、オリジナルのアベンタ、フルサイズのアベンタも、三原がねクラシック優勝したり、いろんなところでもうタイトルを取ってる、うちはアベンタ、クローラーベイトに関してはもう本当にもうメインルアーと言ってもいいぐらい実績があるんですが、その中でもね、今回のこれは多分もう自分的には究極来たなっていうぐらい終点来ちゃったなっていうのが、このアベンタ RSR ですね。の特徴っていうのは、このアベンタ RS のやっぱり最大の特徴であるリアウィングなんですよ。ビッグウィングでリアについてる。そしてこの RSR の一番の特徴は、なんといってもね、簡単に性能で言ったら、一言で言ったら、アベンタ RS のスーパーデッドスローにほぼ匹敵します。なおかつアベンタオリジナルの波動のパワーに匹敵します。そしてさらにアベンタ RS が苦手だった中速高速、いわゆるバズベイトぐらいのスピードかな、で引くスピードにもこいつは追従してくるんですよ。それがもうこいつの究極。このアベンタ RSR はアベンタ RS のデッドスロー能力、アベンタクローラー2020の収容力、そしてベルリネッタクローラーの中速高速についてくるサーチ能力、これは荒れた時とかね、琵琶湖とか広いところではすごい大事な能力なんで、それが今まで RS には欠けてたんですけど、それを実現したっていうのがポイントですね。それと何よりも特徴、もう一つの特徴がフラットボディなんです。だからこのフラッシング効果がプラスされた。それとアベンタ RS にはないこのね、フラットにすることによって、ここの今勝独自の金具の台座の音、この音がドラム効果で増幅されるんです。これアベンタ RS はキリウッドなんで、ウッドにはなかなか中で共鳴しないんで音が小さい。それを完全に払拭したというか、クリアしたのがこのすごい金属音で、使えば使うほどいい音がってきます。それともう一つ何よりも、確かにアベンタ RS のキリウッドっていうのはもう究極なんですよね。あれ神なんですよ。神なんだけど、たまに天国から落ちた神もいるんですね。要は天然ゆえに癖がある。スーパー神もいれば、ただの神もいるし、普通もいるんだよね。人間界に落ちたルシファーみたいなやつもおるっていう。それがそのウッドならではの製品個体村っていうのがあったのが、樹脂製によって完全解決された。これが RSR の一番いいと。それ最後にね、もう一つ特徴があるんです。フラットボディによって何ができるようになったかって、後ろから見た時に3匹のベイトフィッシュに見やすくなった。1匹2匹3匹、しかも45度浮きなんで、こういう風に浮きますんで、これはもう RS の特徴ですね。立ち上がりはもう最速だし、何よりもでかいけど小さく見える、そして光る、全ての要素を完全に実現できたなと。だからどこのクローラーベイトにも勝ったなって、ほんま隠し持てるぐらいの出来栄えです。特にデッドスローは素晴らしいです。そしてね、もっと小技よく見て、よくわかるかな、ここの台座、これ今勝独自の金属サッカー音を出す独自の台座なんだけど、これがボディ表面から埋め込まれてるんですよ。これによって強度も上がるし、さらにボディの金属音の共鳴が強くなったっていう、これちょっとした工夫なんですけど、上から乗せるだけじゃなくてくぼめて入れてるっていうね、そういうのがアベンタ RSR ですね。でっかいけど小さいシルエット、3匹のベイトフィッシュというふうに覚えてください。はい、ちょっと語りすぎました。で次はこれはもう三原くんのね
もう絶対定番ギルウェードジュニア、まあこれにレプリケーターのバファローホームフックがついたんで、もうこれでもちゃんとこう泳ぎよるんですよ。泳ぎはトリプルフックをつけた時と何ら変わりません。バスってねこう置いてた時に押し寄るんですよ。こう押し寄った時にクンってやったらサクッスライドフックする。もうだからバスの口に押した瞬間にかかるっていう、もうこれはもう春には正直出したくないぐらいもう乱獲注意のサイトルアーなんで、皆さんあんまり乱獲しないようにめちゃめちゃかかるんで、まあ、僕も実は霞ヶ浦なんかでギルロイド使うことあるんですよ。で何度も釣ってるんですけど、今関東霞ヶ浦ではビッグベイトブームなんですよね。こういうサイト専用というかこういうビッグベイトの使い方は、まあ、三原とかがもう天才的にうまいんだけど、それだけじゃつまんないなということで、あとねやっぱりもう一回りちっちゃいの欲しいなと思ったんですよ。この大きさになると、まあ、針も大きくなるし見切られる時も結構ある。そこでできたのがこいつです。ギルロイドベイビー、まあ、名前はまだ決まってないんですけど、この絶妙な大きさ感、これがすごいポイントなんです。まあこれはキャスタビリティが十分取れて、なおかつルアーとしてのパワーを失わない大きさ、そしてこの大きさになると結構重量があるんでサスペンダーしても流れないんですよ。ところがダウンサイズすると流れやすくなるんですよ、まあ、軽量化されるんで。そこでリップをつけてます。ただしサイトで使えるときにこれがネジ1本で外せるようにもなる。ですので同じような使い方もできるのがポイントなんですね。この大きさなんで、まあ、ほんま一口サイズ、大きさだいぶ違うんですよ。ポイントはサイトで見つけたとき以外にもフラットサイドクランクとして十分に使えるという。だからゆっくり巻いたり早巻きしたりというね、そういった使い方にもできるちょっと大きめフラットサイドクランクにも使えるということです。もちろんバッファローフックもセットできるようになってます、まあ、さっきのちょっと言い忘れたんですけど、これバッファローフックついてますけど、シェルラミでなおかつバッファローがつけれるっていう内部構造にかなり、まあ、工夫したんですよね。でもちろんこのね、これを見てください。ブーツテールがついてると思うんですけど、ブーツテールは何気に同じサイズをつけれます。これによってこのリップを外した時もブーツテールのパワーは失わないっていう、そういう仕様もできるようになってると、まあ、いろんなシチュエーションに合わせれますよね。もちろんブーツテールでリップつけて巻いてもいいし、琵琶湖のクランキングなんかにもこれはすごい、まあ一番いい本当のこぎるサイズかな。意外と地味ですけど戦闘能力は多分今年の試合なんかでも第2戦八坂なんかではすごいキーベイトになるんじゃないかなと、あと琵琶湖でもキーベイトになるんじゃないかなと思うのがこのギルロイドベイビーで、まあ次にはね、まあこちらもうすでに市場に出回ってね、もう1月から結構釣れてます。レプリケーターの DSF、 これもバファローフックも使用できますし、リップも取り外し可能になっている、まあ、いろんな使い方ができて、まあ、一つ覚えておいてほしいのはDSF とレプリケーターのノーマルの違いは関節液がね、レプリケーターは関節液がタイトなんです。だからタイトなアクションです。こっちの DSF はこんなワイドな動きです。ほっとっても動くぐらい。だからデッドスローで使うならこっちと、速い動きで使うんやったらノーマルのレプリケーターっていうふうに覚えておいてもらうと、このレプリケーターの使い方がよくわかると思うんですよね。まあこっちはもうジャバロン200の、これなんかもう典型的なジャバロン200です。そういう使い方をしてください。はい、そしてこのまあレプリケーターに、まあこんなもう最近じゃまあこれが普通に思えてきたんやけど、俺もデカリケーターって名前まだ決まってません。これはでかい、約30センチ、こんだけ巨大なんですけど普通に釣れるんですよね。世の中おかしいですね。普通に多分これ霞ヶ浦でも釣れるんですよ。これぐらいのまあ大きさの、まあ大きさで見てみたらこんな違うぐらいのね大きさになってますけど、こいつは特徴としてはもう縦のテールが
ついてるのと、この横のテールと2種類付属します。横のテールはより大きく、縦のテールにするとタイトになるんです。このジャバロンテールにするとスローでもこんな動きで、この縦にすると割とチバアクション、細かいバイブレーションみたいなアクションに変わる2種類の使い方です。でもちろんそれはリップ取った時です。リップをつけるともう超ゆっくり動かせる。フロントフックがほぼかからない、ほぼこうかからない。根がかりがこれとこれとこれで回避できる。あとはこのネジでリップをスポット、そうするともうジャバロンになっちゃいますよっていう、これがレプリケーターの、まあ、300って呼んでますけど、これはあのネット限定販売で3月に発売予定です。はい、その次ですけど、まあ、こちら今年からこれ何釣れる？サウスキャロライナです、はい、サウスキャロライナ、はい、これはまあ南君の竿ですね、はい、よかったね売れて僕の自信作です。自信作のサウスキャロライナ、はい、3月末ぐらいにまた入荷してくるんだね。はい、そうですね、はい、第2弾またお願いします。まあ琵琶湖のキャロとしてもいいしな。そうですね、うん、まあ、キャロだけじゃなくてダウンショットシャッドもええよなこれな。そうですね、うん、割とこう張りのある竿なんで、長さもなかなかこういうタイプの竿がないと思います、ね、はい、ガイドではなくてはならないさんもよろしくお願いしますということでした。まあその他にもね、まあもうもちろんこの辺はもう三原のね右腕としても完全に定着したんですけど、まあこれの特徴はやっぱり何といっても2ピースおかっぱりの持ち運びです。あともうめちゃめちゃ細いんですよ、ここがこのガイドの小ささ、すごい小ささなんですよ。これはね、あ、なんか変な人いる。こんにちは。村上君です。またこんなんや。何かようわからんねんけど、はい、ね、僕何でも言いますよ。うん、まあこれ三原の竿やねんけどさ、すごい繊細やろ。これ何用？これね、バスのサイト用なんだけどさ、ツーピースやねんな。で、なんでこうしよったかって言ったら。はい、ここの弾性をすごく強いのにして、はい、ここは柔らかくしてるわけ。だからここがものすごいしっかりしてる。でティップはもうソリッドやからこうすごいあれで、トルザイト、これトルザイトなの。まあ三原がこれで、まあもう去年のもう MVP ロードだな。だそうです。だそうです。こうやってな、これな三原言うんだけど、こんなん分かる？こうやってな、サイトで脳進化置いといて、ピッってやった時に竿先がブルルンってなったら嫌やねん。あ、それはすごく分かるやんな。ガイド小さくする。そうこうピッってなった時に1、2ってなった時にな、鍵曲がりなんで、うん、鍵曲がりなんでこれ容器にしたいんで、うん、僕もっとしたいですからもっと小さくしたい、もっと小さくしたい、もっと小さくしたいな。それぐらい今小さくしてるのがまあ三原のあれやねんな。これをが気になるんで、うん、こいつをここにつけたい。これぐらい小さいやつやりたいってことな。これはこのままね、うん、血の座をこう絡むじゃないですか、うん、それ気にしないんで、あ、このガイドをもう一個ここにつけてもスレッドだけでこれが飛ぶんです。なるほど、俺それするわほんならまあありがとう、今年もよろしく。ありがとうございます。ということで村上君に解説していただきました三原の竿でした。はい、まあもう一つね、あの三原の竿で、まあこれねバトルぐらい、俺はこの竿めっちゃ好きなんですよ。めっちゃねでっかいガイドがついてるんやけど、まあ、独特なんですけど、これ投げやすいね。これも今実はあのビッグベイト、俺 の, あのインスピラーレにはまだないので、あのかなり使わせてもらってるけど、これ絶対おすすめですわ。ほんまに俺はアンセムよりこっちの方が一般的には普通の人はこれ絶対いいと思うんで、ぜひおすすめします。ただその三原はね割と極端なやつやから、こんなわけわからんゴリラみたいな差も作っとんのね。これはこれがね、これがライトロッドかよっていうぐらいの、これすごいでしょ。もうコンボみたいなさ、これゴリラっていう名前なんです。三原ゴリラっていう名前のさ、これやとねこのデガリケーターがね、もうほんまもうどこまで飛んでいくのっていうぐらい飛ぶ、まあ、これ売るかどうか別としてね、まあ三原のロデオライドゴリラっていうさが実は今密かに作られてますな。ゴリラやんなゴリラ竿です。そして最後に
こちらがブータの竿です。終わり。違うか。まあこれがあの品種ブータ君のブータ竿です。まあね、これだけやらせたら確かにすごいわ、うん、もうあまりにも偏りすぎて俺はよう言わんけど、確かにこれの竿でやるとブータフログよう動きます。であのジャークベイト、ジャークワームは非常によく動く竿やなって思います。まあ、一度あのヤブタのガイドに行って使ってみてもらえれば、まあただねこいつね腹立つぐらい高いブランク使ってやがるからね、まあ、でサンプル代実はね三原や南のね3倍ぐらいかかってるんです。そのくせ一番売れへんかもしれへんっていう。まあ、あの今年は真面目に頑張るらしいんで、ブータロッドもよろしくお願いします。名前は何やったっけ、ビートブースターね、ビートを増幅しろっていう、まあ、かっこいい名前なんですけど、よろしくお願いします。で、次ですけど、こちらはね、まず美味しそうな、これはもうアップでちょっと見てもらったらいいんですけど、やっとステルスの 3DR が完成しました。これねさ、めちゃめちゃ難しいんですよ。もう3年やったんですよ。何が難しいかというと、アクション変わるんです。 3DR にするためにボディの中にパールを入れたらめっちゃあの良くなるんですよね。もうめちゃめちゃ甘めかしくなる。でもパールを入れると樹脂の硬さが変わってしまって、アクションの安定度がなくなるんですよ。かといってパールを抜いたら今度はリアル感がなくなるんですよね。そのリアル感を出すために、そしてそのワームにプリントするとね、すぐ剥げるんですよ。はっきり言うときます、エコ素材、いわゆるダイオキシン等を一切含まず環境にダメージを与えない素材で 3DR プリントができてるのは多分うちだけやと思います。やれるもんならやってみろっていうぐらい難しかった。だからこっちはエコ素材でありながらこのリアリティを実現した。だから3シーズンかかったもんね。それくらい、まあ、あの大変なあの技術で生まれたルアーだと思ってます。これもこの春にあのリリースされると思います。はい、で次にね、まあ、ここからはまあ割と、まあ、製品に近い分からやっていきたいと思うんですけど、まあ、これが話題の某女優が捕まって名前が変わったというヘルタースケルターからヘルターツイスターっていう名前に変わった、まあ、スピナーベイトなんですけど、群れスピナーベイトなんですね。こういう風な泳ぐときはこういう姿勢になるんですよね。こういう姿勢になる。そしてこいつのすごいところは、何気にこれ昔にある角型のスナップなんですよね。この角型のスナップを同じ方向に向けてつけることで、この2枚の回転の方向を制御できるんですよ。でこれでなかったら4枚を同時に回すとこう斜めちゃうんですよ。要は回転数が4枚とも均等にならないと、こう回るかこう回るかこう回るかで全部こうなったりする。それを調整できたのが本当にこれなんですよね。このスナップの優秀さ。でもう一つポイントは、見てください、これボールベアリングスイベルを使っていない。これも一つポイントなんですけど、なぜかというとボールベアリングスイベルってここにこうあれがあった、ここしか回らないでしょ。でもこいつのサルカンは実はここの部分とここの部分の両方で2箇所回るんですよ。だからボールベアリングの場合は1箇所にゴミや泥が入ったらもうそれで周りが悪くなる。すると4枚のペラの回転が乱れてこうなっちゃうんですよ。ところがイーサルカンだと上と下が2箇所で回るんで、どっちかにゴミが詰まっても片一歩が回ることでゴミを払拭してくれる。だからトラブルが非常に少ないんですよね。でその分現実にフィールドで使うと実はサルカンの方がトラブル少ないんですよ。それが分かった。このサルカンに関しては耐久1週間ブレード回し続けましたけど、1週間回しても問題はなかったので、まあ最終的にこのコンパクトなサルカンを使用することでコストも抑えれてトラブルも少なくできた。そして独自のナローウィーロー、ナローウィーロリーフって言って、こういう柳の葉みたいなブレードをつけたのがこれ4分の1オンスですね。でしかも特注のシラウオスカート、これもシラウオみたいな形してるでしょ。シラウオみたいな形。
あのよくね、あの去年は平場のスカートをカットして使ってたんですけど、もう特注でシラウオの形だから、もうこれ自体が一つの、まあ、群れなんですよね。群れスピナーベイトというふうに認識してもらえると使いやすいと思います。こいつをやってるとね、何にもない中層を引いてて下からボーンと食ってきますよ。で、面白いことにこの群れごと食おうとしてくるんで、すごいフッキングいいんですよ。でかかったらブレードはこう自由なんでバレないんですよ。だからトレーラーフックがいらない、確実にかかりますね。それがこれの一つの大きなメリットです。そして83から2分の1に関しては、実はここにねアゴリグハンガーつけたんです。これはスピナーベイト初だと思うんですけど、これ8分の3ぐらいの重さのやつをつけてるんです。そうするとこれの重量が1オンス以上になるんです。これですごい深いところまでこうオスプレイみたいにヘリコプターみたいに落ちていって、まあ、大体8メーターぐらいまでは一発で攻略できる。だから2分の1でちょっと軽いなと思った時はこうやってクイックチェンジャーをパチンとつく。それだけでウエイトをいろいろ変化させれるっていうのもこのヘルターツイスターのまあ特徴ですね。これは非常に実践力の高いルアーなんで、まあ、なんて言ってもこう横倒れしたって引っかからないんでね。だからジャカゴとか、玉ねぎって言われるね、難攻不落のところも引っかからずにこのアームがガードになって通る、そういうスピナーベイトです。はい、その次に、まあもうこれはもう説明してでもしゃあないな、ゲンタロー勝手にお前説明しといて、ゲンタロー。ようできてるわ、もう釣れるしょうもんないね俺これ。まあよう考えたなと思うのはこのヒレやね。これがこうなることによって横倒れしないんだよね。だからボトムにつくときに必ずこうつく、これがポイントです。ゲンタ棒ね。でお腹にソルトを密集させてるんです。で背中は割とソルトが少ない、だから姿勢が常にこう。そしてこのくびれ、これはトゥイッチしたときにシナリオです。チョンチョンってやったときにキュッキュッってこうクイックイックイッと、こういう風なシナリアクションを出すためにここにくびれができてると。でここをフラットにしてる理由は、これで 10g あるんだけどファーストフォールでストンって落とすんじゃなくて 10g あるけど平行スローフォール、その時にこのヒレがピリピリピリッとピリ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 ッと動きながらスローフォールする。だから浅いところで重いやつ投げたらすぐに沈んでしまう。それをこの抵抗で水を押しながら着底して、そこからチョンってやるとピュンってこう、その時にこれがグリュッとグリュッと、これがゲンタロウのゲンタボ。もう絶対釣れるからもうこの辺にしときます。はい、そして次がやっとね、もう何遍説明しとんねんお前ぐらい長年かかってますけど、やっと強度的にも十分なものができました。これスラッシュテール、軟体スラッシュテールでもこの薄さで出来上がってる、まあ、これはねもうデッドスロー、ファーストリトリーブ、そしてこのロールパワー、どれを取っても発売したら多分クラスナンバーワンだと思います。デッドスローはどんなにも負けません。デッドスローというのはこういうふうにもうほぼズル引き、それでもテールはもうすごいこうこれぐらい動くんで、でファーストリトリーブするとこのロール、これもめっちゃキレあります。それぐらいいいものができてきたんで、やっとですね、やっと今年の夏にはリリースできるかなということなんで、5年もお待たせしましたけど、期待してください。で次に、まあこれはね、まあもう鉄板中の鉄板なんですけれど、まあ当然レーシングワカサギってね、あとうちらレーシングシラウオっていうのもあるんですけど、まあレーシング系で有名なこういう愛知系昔からやってるんですよね。それを今回ちょっと琵琶湖用にアレンジしたやつを、まあ、現在開発中で、まあ、こっちはもうそのまま今でも使えますね。まだちょっとね完成体じゃないんで秘密なんですけれど、いろんなコンセプトがあって絶対にこれだけは必要というコンセプトをこの中には盛り込んでます。 V 字の引き波、それから姿勢が極力乱れない、まっすぐ来る、そしてティンセルの量、これもすごい肝なんですよね。
あと飛距離が出せるように、まあ、琵琶湖のワカサギサイズのも作ってます。このテールの素材もすごい大事ですね。もう全然違いますんで、まあ、この辺はまあ秋ぐらいを目安にね、まあ、おそらく去年のワカサギブームは琵琶湖は秋だったんで、そこをターゲットに現在開発している IGK、まあ、どこのメーカーもやってますね今はね。まあ、それまではうちはまだレーシングワカサギがありますんで、まあ、かなり釣れますんで、ぜひ一度それで練習してみてください。それを超えるものを作っていきたいと思ってます。そしてまあ最後にね、軽いやつなんです、最後の最後じゃないけど、まあ今年のテーマとしてね、そのカーボンリップ、これもどんどん積極的にいろんなルアーに採用していこうと思います。何が違うかというと、カーボンリップって基板よりはるかに軽いんです。で、軽くて薄くて強いんです。それだけに基板よりもハイピッチが実現できる。ただ透明化ができないデメリットがあるんで、その透明化ができないエビ系のルアーに投入していこうかなというのが狙いですね。そしてじゃあ本当の今回の大阪フィッシングショーのラスト、それがこちらの三原エビポッパー、これですね。エビフライの頭だけっていう感じなんですけどね、これは三原が、まあ、メガバスのポップ X に影響されて、その時に気がついた、実は浮いてる手長エビパターンなんですよ。みんなあんまり知らないと思うんだけど、手長エビって水面に浮くんですよ。特に霞ヶ浦の護岸のヘリヘチにこう護岸がこういう風になってるんですよね。まあ、水がこうあったとしたら、護岸はちょっとこう出っ張って少しへこんで、こういうふうに焼いたりなって、この水面と護岸とへこみのここのところにエビが浮くんですよ。あったかいと特に。そのエビをトップで食うのが実はものすごい多い。エビがそこにいるんじゃなくて、実はエビって上にいるんですよ。その上にいるエビを模したのがこの三原エビポッパー。これもまだテスト中なんで、最終的にはまあ夏に間に合わせたいなとは思ってるんですけれど、まあ一つはエビシルエット、それともう一つは結構ダイブしてゆっくり上がってくると、ポコンチュッチュッて逃げてスーッて上がってくると、まるで水中で引き込まれるような、純粋なポッパーというよりかはサスペンドポッパーに近いようなノリなんかな。割とポッポッとこうピュッピュッてやってズボンってダイブさせた時に上がってこないぞと思ったら食ってたみたいなね、そういう狙いのあるのがこの三原エビポッパーですね。はい、まあ以上がね、今勝のルアーなん、2020年の大阪のデビューのルアーなんですが、西日本釣り博ではね、この他にも三原ガイル、それからダイングシケーダーエラストマーカイ、そしてねスイムウェイトですごいやつが出てくるかもしれませんのでね、ぜひね、次は西日本釣り博をお楽しみください。それではこれでさようなら。ん？あ、サンスブレード忘れてた。サンスブレード。南のサウスブレード紹介忘れてましたんで。まあこれはな、南くん。ひょうたんからこまやな、これな。これ、ね、このチラチラ感がね、これが実は、やっぱ、俺最初、なあかんわ、こんなもん出ててね。これが良かったというのは、やっぱりフラッピンソニックもこれやねんな。ほんでメタルクローもやっぱこの要素があるんだよね。回る必要ないね、チラチラすることで、その要は鉄板が生きてるように見えるんだよね。鉄板ってこれがなかったらもうただの板やから、止まってしまうとただのものやな、はい、それがこう動き続けることでチラチラする。光るの分かるかな、こうやってみたらすごいよく分かるね。こういう光り方やね。そしてこいつのええとこは、フォールするときにこれが畳まれるんだよね。そうするとまっすぐ落ちる、ね、ミサイルフォールですごい速いんです。だからその速さにふわってついていくように、でどんと落ちたらまた開いて、こう寝ててもここでチラチラしよう、チェイクしたらチラチラしよう。だからこういうアクションもいいんだよね。だからこうチラ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 って、こういうアクション。いや意外とね、ほんとひょうたんからこまでこれ釣れるのでかいな、魚でかいですね。でかいね、この前も6
これも俺も思ったけど、すごいその湖のマックスクラス釣れるっていうのは、まあ、この大きさもあるっていう。だから20グラムあるんだけど、使い感は17グラムと全然変わらないよね。ということで、南くんのソルティソニックサウスブレード、ぜひこの春ね、4月までは楽しめます。使ってみてください。ぜひお願いします。はい、じゃあ次行きます。まだあったわ、忘れてた。トーレさんです。今年はね、あのソラロームというロゴに原点回帰してね、会社、今まではトーレインターナショナルというところでやってたんですけど、今度はトーレモノフィラメントに変わったんでね、まあ、こういうふうなロゴを全部一新して、新たにね、ナノスリット、これ何かって言ったら、ラインの中にもうほんま ナノレベルでのスリットが入ってるんです。そのスリットによって結んだ時に、その結節が滑りやすくて締まりやすいっていうね、そういう特徴を作ったラインなんですよね。これが今年の、まあ、トーレモノフィラメントのエクスレッドナノスリットっていう一番の、まあ、結節重視のポイントかな。で、線形がめっちゃ細いんで、エクスレッドよりもはるかに細いんで、その細さと太さで使い分けるのもありかなっていうふうにね、気がします。じゃあ次はレンジャーボートレンジャーボート、いよいよ今年は、このレンジャーボートを乗り換えることが決まりました。やっぱりね、船は300馬力、車は600馬力ないと暑くなれないんで、今年の途中、シーズン途中からなんですけど、ブラックバードが最大級の 521L に変わって、でエンジンがマーキュリーの 300R レーシングを積むことになりましたんで、それでもう琵琶湖最速を目指して頑張りたいと思います。琵琶湖復帰するかもしれませんので、ね、お楽しみ。さあ、そんな中で最後なんですけれど、こちら、まあ、エバーグリーンのやっぱりサボですよね。まあ俺的に、まあ一番のおすすめって言ったら変なんだけど、パー、この竿はすごいです。あの、まあ本当簡単に説明しますけど、クーガーエリート7、これね、何がすごいかって言ったらね、73のファーストテーパーなんですよね。ファーストテーパーの竿は、まあ、ここで曲がるわけやけど、ファーストテーパーの竿で実は何がすごいかと言いますと、まず普通これはファーストテーパーではなかなか実現できなかったこの滑らかさ、どこにもスパインがない、もっとはっきり見せてあげようというと、これほら、普通のサオがどうなるかって言ったら、まあこれがこいつのすごいと、どこにもスパインがない、当然ここにもない、ここにもないね。でこれをファーストテーパーで実現したのは本当に奇跡なんですよね。これ奇跡の竿です。何がすごいかって言ったら、まあこれはね、トークショーを聞いてもらった方がありがたいんですけど、ズバリ言っときます、もう業界タブー大暴露、竿ってね、ガイドつけなかったらほとんど反ってます。反ってない竿なんかないんです、ほぼ。極端な話、竿って巻き上がった状態では必ずしもどっちか反ってます。今の技術では実はガイドをつけることによって、その反りを修正しちゃうんです。これすごいタブーなんだから、反ってる竿にガイドをつけてまっすぐに矯正してるっていうのが現実なんです。それをスパインレスにできたらどうなるかというと、最初から反ってないんですよ。これが究極だから、反ってないということはもう全てにおいて無理がない、無駄がない。そこにガイドをつけてもどこにもこのスパインがないっていう、この状況、すなわちそれはもうブランクス自体から反りがないということです。その製法を導入できた中でも
それはファーストテーパーっていう先調子でできるっていうのはもう奇跡なんですよ。だからこのクーガーエリート7って本当に奇跡ですね。まあ僕の場合はジャークベイト、チャターベイト、それがクランク、何でも使えます。癖がないからベイトフィネスもいけちゃうんでね。ベイトフィネスもいける7フィートという。しかも長くなればなるほど難しいんですよね、こういう製法は。反りは長くなればなるほど出るんで、反りっていうのはまあこうやって見た時にこうちょっとこう反っちゃってるね。これをガイドをつけることによって補正しちゃうっていうのが今の量産ロッドの致命的欠点なんですよ。まあ言うてみればガイドをスパインに沿ってつけるとか、ガイドをスパインの裏につけるとか、ガイドをスパインから45度にずらしてつけるとかいうね、あのガイドの付け方っていうのも言われてますけど、それ以前の問題で反りを修正するためにつけなきゃいけないという、これがポイントなんですよ。これはほんま去年までは絶対口が裂けても言えない事実でも、それを言えるようになったっていうのがこの竿のすごさっていうことで、まあ、その一連でまあファーストテーパーではなくてレギュラーテーパーではこのディアウルフ、これはまあこんなんでも余裕で投げれます。これは結構アベンターのでかいやつとか巻物の割と重量級、それからチャターのモンスターとかね、それぐらいの大きさのやつのヘビー級の巻物、ヘビーまでいかんな、ミディアムからミディアムヘビーの、抵抗の高いものに使うのがこのディアウルフというやつですね。まあ、これは調子的には 6-4 ぐらいのレギュラーテーパー、これも同じ先ほどのクーガーエリートと一緒のワイルド7ってついてますけど、まあ、要はスパインレスのロッドですね。こいつはまあショートグリップとロンググリップがあるんで、RS と GTR がありますので、それはまあお好みで、これはまたエバーグリーンのところでじっくり聞いてください。そして最後、はい、今年の三大エバーグリーンロッドの最終究極兵器、もうこれは多分今世界最高最先端の竿と言って もう間違いないと思います。なぜかというと世界初の M40X、まあ、それこそ東レのトレカ M40X、 これは何かって言ったら40トンという超高弾性ながら折れないんですよ。ほぼめちゃめちゃ強い40トン、普通の40トンに対して 10% から 20% 以上この曲げに対して強いっていう。それに T1100 を全部使ってるっていう。ちなみに M40X は T1100 の価格の3倍なんです。ちなみに T1100 は通常カーボンの3倍なんです。それぐらいの素晴らしい素材を使ってる。それによってまあ掛け重視の、まあ、電撃系の竿ですねを作ったのがブラックレイブエクストリームという竿ですよね。じゃあ最後にこれを面白いところを見せましょう。先ほどはねクーガーエリートを見せましたけど、これもファーストテーパーです。当然ね電撃系の竿、電撃の系の竿をこうするとどうなるか、これがスパインです。これがこれがスパインなんですね。クーガーエリートは同じファーストでもブラックレイブンはわざとじゃないよ。これがまあね、これがねスパインなんです。でもこれのスパインを消せたら究極なんですよ。ただまだここまでの掛け重視の超ファーストテーパー超高弾性、これのスパインレス化はまだ夢ですね。だから M40X とか T1100 を使って竿がクリンと笑う前に仕事しちゃう、これが電撃のコンセプトなんです。もう電撃を作った時から僕の竿作りの戦いはスパインとの戦いだったんです。合わせた瞬間に竿がこういうふうに合わせた瞬間に笑う笑う笑う、これが笑いなんです。でも笑う竿は全部なんですよ。こいつが異常なだけで、スパインレスが異常なだけで、その笑う竿でも笑う前に
かけ終われというので作ったのがこれです。まあ M40 と T1100 のおかげでもうめちゃめちゃ粘りも出たんで、かけてからもばらさない、かけてからラインスラックがこう出ないような、かけたはいいけど糸緩んだみたいなのがないのがこのブラックレーブンエクストリームの素晴らしいところです。今年のエマグリの3本の竿は歴史に残る名鑑だと思うんで、ぜひ一度ね、機会があれば触ってみてほしいと思います。以上で、2020年ホタルの光も鳴りましたんで終わりたいと思います。では今年もよろしくお願いします。